えー、現在、えー、ウィッキーとかではあのマンスターズだけしか載ってない、あのー、日本初放映のマンスターズの放映はこの「おかしな家族」という題名でした。これは「名鉄アワー」で放送されてました。 でおかしな家族が「うんえー、マンスターズ」と同じであるということは、えー、この出演のフレッドささんんととかかイボンヌさんのことでわかります。あの別の、えー、新聞記事には「声若山源蔵」とかそういったのが書かれてますが、うん、これはただのあれですあの題名だけですね。 まあ、当時はおかしな家族、これはあの私が小学校2年の時ですがその後、えー、再放送されないので、えー、正式題名、えー、正式放題は、えー、謎のままになってしまった。